今回は先日グループ名を改名すると発表したセクシーゾーンの歩みを紹介します。10月5日、メンバーの中島健人さんが自身のインスタグラムにてセクシーゾーンという名前を改名しようと話し合っていますと明かしました。グループ名の改名とともに今後のグループとしての方向性を話し合っていること明らかになっています。セクシーゾーンは2011年11月にデビューを果たし、2023年でデビュー12周年になります。グループ名の由来はマイケル・ジャクソンのようなセクシーさを目指すという意味が込められたそうですが、そのグループ名にギョッとした人も多かったのではないでしょうか。メンバーの菊池風磨さんはグループ名が発表された当時の心境について、ジャニーズ事務所に入って一番戸惑ったと話していました。そんな衝撃的なグループ名でデビューをすることとなったセクシーゾーンの今までを振り返っていきましょう。セクシーゾーンは2011年9月29日に帝国劇場にて新グループ結成とデビューが発表されています。王子様風の衣装を身にまとい、菊池風磨さん、中島健人さん、佐藤勝利さん、松島聡さん、マリウス陽さんの5人が現れ、華々しいデビュー発表となりました。当時ジュニアの中でも高い人気を誇っていた菊池風磨さん、中島健人さんやジュニア内で新星と呼ばれていた佐藤勝利さん、松島聡さん、マリウス陽さんが加わり、王道アイドル路線をひた走ってきたセクシーゾーン。デビューまでの期間は松島聡さんが7ヶ月27日、マリウス陽さんが1年と15日、佐藤勝利さんが1年と17日で、元 V6 の岡田准一さんの3ヶ月に続く2位から4位となりました。ちなみに岡田准一さんはテレビ番組の企画でジュニア入りしていますので、正規のルートで事務所入りをしたとすれば松島さん、マリウスさん、佐藤さんが上位に入るということになります。菊池風磨さん、中島健人さんもデビューまでの期間は3年半で、10年以上ジュニアをやっている人もいることを考えればデビューまでの期間は決して遅くはなく、セクシーゾーンの5人はまさにジャニーズ事務所のエリート集団と言ってもいいでしょう。2011年に開催されたワールドカップバレーボールにてデビュー曲がイメージソングに起用され、歴代の先輩たちが務めてきたバレーボールのスペシャルサポーターにも抜擢されました。瞬く間に人気アイドルの階段を駆け上がる5人でしたが、デビューから今までに様々な困難が待ち受けていたのです。まずはジュニア時代から新芽を組み人気を博してきた風磨健こと菊池風磨さん、中島健人さんの不仲、同期であり年齢も近い菊池風磨さんと中島健人さんは多感な時期を共に過ごし、ぶつかり合うことも多かったようです。気まずい期間を過ごした2人を見ていた周りもその空気を感じヒヤヒヤしていたとのこと。その頃メンバーそれぞれがソロライブを行っていて、そのことについて菊池風磨さんは中島のライブは見に行く気は全然なかったと話していました。しかしその様子を見かねた先輩である山下智久さんから、お前が見に行かないとダメだよと言われ、山下智久さんと一緒に中島健人さんのライブを見に行ったのだそうです。これが後に風磨健 8.25 事件と呼ばれるようになりました。ライブ後、菊池風磨さんは中島健人さんの楽屋を訪れ、二人で本音を言い合い、グループの在り方や自分の役割について話し合ったと菊池風磨さん自身が明かしています。今までぶつかり合うだけでお互いの思いを知ることがなかった菊池風磨さん、中島健人さんはそれぞれの思いを知り、お互いを認め合うことができたと話していました。この時に2人の間に入った山下智久さんの存在は大きかったことでしょう。そしてセクシーゾーンは今までにメンバーの活動休止や脱退がありました。初めての24時間テレビのメインパーソナリティを務めた後の2018年11月には松島聡さんがパニック障害による体調不良を公表し活動休止をしています。2020年8月に松島聡さんは活動を再開しますが、その年の12月にマリウス陽さんが活動休止を発表しました。2014年頃から松島聡さんとマリウス陽さんの活躍の場が減り、佐藤勝利さん、菊池風磨さん、中島健人さんの活躍が増え、グループ内で格差が生まれたように感じたファンの間でセクゾウツキと呼ばれるようになっています。その格差ともいえる状況にファンからも反発の声が上がることになりました。その差は雨に露骨だったと語る人もいます。松島聡さん、マリウス陽さんは
それぞれ入れ違いの形で活動を休止してしまいましたが、遠征先のホテルで同じ部屋を頼むほど仲が良かったそうです。セクゾウ付きを乗り越え、マリウス陽さんの復帰を待ちながら、個人仕事からグループでの活動が増えてきた最中である2022年大晦日のジャニーズカウントダウンをもって、マリウス陽さんのグループ脱退と事務所の退所が発表されました。もう5人の姿を見るのは大晦日だけだと思っていた時、メンバーからファンに向けたサプライズのプレゼントが届いています。2022年12月27日に、セクシーゾーンは公式インスタグラムを開設し、ロケで訪れた長野県の様子や宿泊先でクリスマスパーティーを行った様子を公開しました。旅立つ仲間の門出を全力で応援し、5人での思い出を作ろうというメンバーの姿をファンと共有してくれた嬉しい投稿でしたね。ジャニーズカウントダウンのステージでも、マリウス陽さんと共に笑顔でパフォーマンスを行うメンバーの姿を見て、周りがどんなことを思っていたとしても、セクシーゾーンの5人は固い絆と信頼感で結ばれていたことを実感することができました。そして今回ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、ジャニーズと名前のつくものはグループ名も変更すると発表されました。セクシーゾーンは一見すればジャニーズという名前は入っていないため、改名する必要はないように感じますが、なぜこのような流れになったのでしょうか。その理由に、セクシーゾーンというグループ名はジャニー喜多川氏がつけたもので、冒頭でも紹介した通り、英語表記であったとしてもかなり過激な表現であることは間違いないということです。中島健人さんも改名についてのコメントを発表した際、やっぱりね、海外でも驚かれるとグループ名について語っていました。中国でも漢字で性的な表現をされてしまうことを菊池風磨さんも語っていて、特徴的なグループ名で注目を集めやすい傍らで問題も多かったようです。実はグループ名の改名については4年ほど前から話し合われていたようですが、今回性加害問題の影響でグループ名に嫌悪感を抱く人もいるのではと考慮し、本格的に改名に乗り出したと思われます。グループとしての活躍を考える中でのポジティブなことだと話していますが、12年間認知されてきたグループ名が変わるということに不安を感じるファンも少なくないでしょう。しかし中島健人さんは、12年の間築いてきたファンの皆様との絆は揺るがないし、これは一つの成長だと感じていますとコメントしていました。菊池風磨さんも公式ブログでびっくりさせてごめんねと投稿。これはグループ名の一件と合わせて、菊池風磨さんが参加している YouTube チャンネルジャニのチャンネルの名称変更や今後の配信を一時休止することが発表されたことからのコメントと考えられます。グループ名が変更することに伴い、グループが解散することやメンバーの脱退も心配しているファンもいるかと思いますが、現在のところ個々の方向性について話し合いをしているとは公表されていますが、脱退や解散などの話は出ていません。今後も4人として活動する姿を応援し続けたいと思っています。華々しいデビューの先にセクシーゾーンは大変な時期を過ごしていました。大変な中でそれぞれがグループや個人の在り方を考え、メンバー同士コミュニケーションを取り続けたからこそ、12年という長い期間グループとして活動を続けてこれたのでしょう。2022年に脱退したマリウス陽さんも現在インスタグラムを開設し、元気な姿を見ることができます。新しいグループ名で再スタートを切るセクシーゾーン、グループ名がどんなものになるのか、これからのメンバーがどこを目指していくのか、見守りながら変わらず応援していきたいと思います。